皆さんこんにちは。こんにちは。バンダイナムコエンターテインメントの古谷と申します。ナルティメットストームトリロジーが全世界発売を迎えたことを記念しまして、こちらのナルティメットストームシリーズ、ナルティメットシリーズの、制作スタッフによる座談会を今回は開催させていただきたいと思います。今回はナルティメットストームシリーズの座談会の続きとなります。それでは映像の方をご覧ください。どうぞ。ナルティメットシリーズ開発を行っております、サイバーコネクト2代表の松山でございます。今日はよろしくお願いいたします。ナルティメットシリーズで、アートディレクターをやっています竹下と申します。よろしくお願いします。ナルティメットシリーズでシナリオを担当しております藤野と申します。よろしくお願いします。私はアクセルシリーズのプロジェクトリーダーやっておりました石橋と申します。よろしくお願いします。ナルティメットシリーズで、プログラマーを担当しておりました常岡と言います。よろしくお願いします。ナルティメットストームシリーズのプロジェクトリーダーをしておりました西川由紀です。よろしくお願いします。一本のゲームを買ってきたお客様を電源入れてタイトル画面を見てさ、スタートボタンを押してストーリーモードを遊んでエンディングを迎えるまでが要は一本のまるで映画のようでないとあかんっていう、まあ、ゲーム体験の全体ってことですよね。はい、どのエピソードから始まろうと一本のやっぱこう映画的な始まり方から入ってちゃんと一個のほんとスッキリするエンディングを迎えるっていうことはやっぱもうモットーにずっとやっぱ脚本と演出をやっぱ考えてきてて、もう何から始めても2から始めても3から始めてもそれだけでも十分楽しめるっていうことですね。なんで、まあ、トリロジー見てると多分1も2も3もそれぞれはちゃんと独立した一本の話になってるし、はい、一本のゲームになってるし、あの一貫して特にストームシリーズであの演出的に入れてきたのはあの葉っぱが風をバッてこう舞いながら、はい、街中をかける飛んでるシーンがやっぱ印象的だと思うんですけども、脚本の段階から入れてたのかな。中心にいるのはナルトとサスケっていう、はい、あの2人なので、あの2人を抽象的に表すものとして葉っぱ演出として描きますね。シナリオを描くときにも普通の葉っぱ、カッコナルト、切れた葉っぱ、カッコサスケがゆらゆらと飛びながらみたいなのを描いてます。そこにもドラマがあるんですね。やっぱりそれを見た竹下がコンテを描いてると、絵作りになっていき、ね、あのグラフィックが生まれると。もともとのね、漫画原作 そのシナリオをさ、ゲーム脚本にするときに毎回ミーティングするやん。します、ね、プロットの、あの漫画やアニメの原作のシナリオをそのまんまゲームに移せばいいんじゃないんだと、はい、うん、ゲームにはゲームシナリオの作法があって、プレイ体験とともにこう感じるドラマっていうのがどうあるべきかっていうことで、結構こうシナリオはまあ言うと繊細にだけども大胆に、元々の原作と、ゲームシナリオって結構違いがあるよな。違いありますね。地雷やんところはだいぶ気遣ったよな。気遣いました ね。ゲームとしても考えなきゃいけないし、お話としても考えなきゃいけないし、うん、ゲームとして考えたら一矢報いたいというか、うん、プレイヤーとしては勝って決めたいですよね、うん、やっぱり、うん、ストーム3のラストってオリジナルなんですよ。まあ言うと途中でイフに入るような内容なんですけども、これはこれでオリジナルエピソードとしてのすごく感動できる一つの結論を出してるので、そうですね、これは本当原作の漫画やアニメにやっぱなかったシーンなんで、これはね今でないとやっぱこの3じゃないと楽しめないゲームならではの、そうですね、はい、なんでもしこういった形で忍界大戦が終わっていたらっていうエピソードになってるので、これはねこれで多分皆さん驚かれるんじゃないかなと思いますね。そのエンディングを見るたびにこう頑張らなきゃいけないボスバトルの難易度がちょっと高すぎるんじゃないかっていう競技を、これも言われたなヒーロー2以来言われたなっていう、それやったん誰やっけヒゲお前やんけあれだいぶ難易度下げさせたんですけども、それでもお客様からあれはだいぶお叱りを受けたよな。手応えがある。そうですね。手応えですね。手応えあります。誰でもね、佐々木さんはこんなんじゃダメだよって。難易度が緩すぎると。ね、あでもっと手応えがあるバトルにしろっつって、もう知らんところでどんどん難易度上がってって。それだけそのやりごたえをぜひユーザーの方には体験していただきたかったんですよね。そうですね。ストーム3の後半のクライマックスバトルはね、心して遊んでほしいですね。
1,2,3 作った時よりも、まあ、いろんな面でグラフィックパワーアップしてます。解像度も上がってますし、ちょっとジャギジャギが、取れてたりみたいなところもありますし、ロードも快適になってますし、ネットワーク対戦も、快適にできるように作っておりますので、ぜひ皆さん、楽しんでください。よろしくお願いします。1から2に行った時に、まあ、ネット対戦に対応したりとか、まあ、3に行った時にもバトルシステムが大きく変わったりとかしてます。やっぱりこの辺どれも特色があって面白いバトルになってると思います。思い入れがあるのはやっぱストーム2のイタチ戦だったりとかするので、もう一度遊んでみて、感動してください。今までいろいろ試合を書いてきましたけれども、まあもう、何が見てほしいっていうところはないんですよね。とりあえず原作を知っている人、テレビアニメを知っている人だけじゃなくて、それを知らない人も、楽しめるものになっているので、ゼロの状態から見て一つ一つ体験していってほしいなと思ってます。きっと面白い、ナルト君の冒険が待ってますので、ぜひ体験してください。まあ、トリロジーこの中で、一番ですね、僕が、苦労、すごい苦労して、ここだけは見てほしいって思うところが、あります。それはストーム2の、イタチ戦、イタチとサスケの戦いと、ジライアのとペインのバトルです。ここをぜひ見てほしい、そして感動してほしいと思います。まあ、ナルティメットシリーズっていうのは、まあ、長く、15年以上我々開発続けさせていただいて、世界中のお客さんにね、まあ、支えて愛していただいて、続けてこれたんだと思っております。本当にストーム1、2、3が一本になったらやっぱトリロジーっていうのは豪華な、贅沢な、一本であり、定番タイトルとして長く愛していただける、タイトルになったかと思いますんで、これから PS4 を、買ってね、なんか遊びたいなって思う方はまず、ナルト、そして、ナルトベッドシリーズのね、まあ、集大成でもある、このトリロジーを、手に取っていただきたいなと、思います。これからも我々も頑張りますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ナルティメットストームトリロジー、ナルティメットストーム4、ロードトゥーボルト、遊んでくれってばよ。以上でナルティメットストームシリーズの制作スタッフによる座談会は終了となります。ありがとうございました。次回はこちらにいる4人で座談会の方を行いますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。